ダニロブグラードは、モンテネグロ中部の町及び、基礎自治体である。2003年現在の人口は市外で5208人、基礎自治体全体では16253人であった。ダニロブグラードは、モンテネグロの2大都市であるポドゴリザとニクシッチを結ぶ、幹線道路沿いにあり、ゼタ川の肥沃な谷間に位置する。地元の名家にちなみ、ビエロパブリッチ平原と呼ばれることもある。 ダニロブグラードには9世紀から10世紀頃のペタール、ゴイニコビッチ期の要塞が残されている。9世紀、ブラスティミロビッチ朝のムティミル港により、宮殿が建てられた。要塞はまた、12世紀のネマニッチ長期の重要な、中心地で、セルビア正教会の創設者である聖沢として知られる、ラスト湖の生誕地として信じられている。ダニロブグラードは、 モンテネグロの首都にすることを目的とし設立している。1870年に、モンテネグロ王国国王ニコラ一世によって、計画都市として建設された。しかしながら、その後は、ニクシッチやポドゴリツァをそれぞれベルリン会議により、ボスニアやアルバニアから取得したことによりその意義が、低下した。ダニロブグラードの名称は、ニコラ一世の前任者であるおじのモンテネグロ公 ダニーロ一世にちなむ。ダニーロブグラード自治体内にはオストログ修道院があり、聖教の著名な巡礼場所でもあり、遠方からも信者が訪問する。修道院は、ビエロパブリッジ平原を見渡す切り立った崖の上に、あり、ダニーロブグラードから、ニクシッチ方面へ1 5トル行った場所にある。他の名所としては、ジュドレバオニク修道院とゼタ要塞などがある。ダニーロブグラードは、 ポドゴリツァとニクシッチのほぼ中間に位置しており、幹線道路によって結ばれている、ポドゴリツァ空港からは 30km 離れた場所に、ある。ありがとうございます。